皆様こんにちは。武蔵野免疫研究所学術担当部長のアニヤと申します。今回は今朝の新聞にこのように当社の取り組みが掲載されましたので、こちらですね、簡単にご紹介いたします。拡大するとこちらですね、 ALS 抑制効果で特許とありますが、ご覧になった方は何のこっちゃと思うかもしれませんので、簡単にご紹介いたします。まず弊社はビデンスピローサという植物を沖縄県宮古島で農薬化学肥料堆肥を使わずに栽培して、これを蒸したり練ったりして独自の加工を施したもの、これを宮古ビデンスピローサと命名してオリジナルの素材として研究開発をしている会社です。さて今回この宮古ビデンスピローサがALS に大変良い作用があるということが確認されましたので、その特許を取得したというものの記事でございます。ではどういう内容でしょうか。まず ALS 筋萎縮性側索硬化症という病気は、この全身の運動神経が徐々に侵されることによって、この体がだんだん動かせなくなってくるという難病です。現在この確立した治療方法がなくてですね、非常に困られている方が多く、日本では約1万人の方が患者の方がいらっしゃると言われています。この ALS について日本大学薬学部の准教授をされています小菅康弘先生が動物を使って研究してくださいました。内容としましては、このALS モデルマウスというものがありまして、これは遺伝的に生後105日間を過ぎるとこの運動神経がなくなってきて徐々に体が動かなくなってくるというマウスです。このマウスにミヤコビデンスピローサを与えるとどうなるのかという試験をしてくださったのですが、まずミヤコビデンスピローサを与えたグループと与えないグループで寿命を見てみました。その結果、なんとミヤコビデンスピローサを与えたグループは与えないグループに対して平均で 13.5 日間も寿命が伸びたんです。たったの 13.5 日間かと思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、これはかなりすごい数字なんです。現在日本では、根本的な治療は確立していないと先ほど言いましたが、認可されている薬剤が2種類あります。一つはリルゾール、もう一つがエダラボンです。さてこの2種類の薬剤を同じ ALS のモデルマウスに与えると延命作用どれぐらいでしょうか。発表されているものではリルゾールだと3日間です。エダラボンだと 2.2 日間という数字なんですね。ですから既存の認可されている薬剤でも2日3日というような延命作用ですが、今回得られたミヤコビデンスピローサは 13.5 日間も延命作用が見られたというものだったんですね。もっともっと詳しく言いますと、ビデンスピローサのエキスを与えた9匹のネズミマウスのうち、そのうちの2匹は与えていないものに対して約50日以上も延命したんです。ですから非常にこれ私とも驚いた結果だったんですね。でこの研究成果の素晴らしいところは、そのメカニズムまで明らかになりました。運動神経がどのように侵されていくかといいますと、その神経細胞の周りにある2つの細胞が暴走を増加をすることによって神経細胞が侵されていくと言われているんです。そこでこの2つの細胞の増加を見てみますと、ミヤコビデンスピローサはこの2つの細胞の増加を同時に抑えていることが分かりました。ちなみにこの研究してくださった小菅先生によりますと、2つの細胞の増加を同時に抑える素材は世界的に見ても珍しいそうです。その結果運動機能の維持、神経組織の減少の抑制まで見られたんですね。ですから延命作用だけではなくってそのメカニズムも分かったというところが今回の研究成果ですが、この神経細胞の周りの2つの細胞の増加を抑えるということは、実は ALS だけではなくてですね、パーキンソン病、アルツハイマー
脳梗塞などでも共通なんですね。ですから、ミヤコ・ビデンスピローサは ALS のみならずパーキンソン病、脳梗塞、アルツハイマーなどの神経変性疾患全般に良い作用を起こすことが、この研究では示されたということなんですね。そこで今回取得しました特許権はこちらです。見えますでしょうか。神経変性疾患治療薬の特許権を取得したんですね。あくまでも動物試験の結果であり、そして今回の結果は根本的なこの改善ではなく、あくまでも延命ですね。ですので大きなことは言えないかもしれませんが、天然物、この植物を蒸したり熱帯したもの、そのエキスが既存の薬剤以上の成果を出したということは、この難病で苦しまれている方のもしかしたら希望の光になるかもしれない、そう捉えております。そして天然物の開発というのは非常に面白くって、私自身も工場の管理やその畑の栽培にも関わりましたし、今回の研究ではありませんが、琉球大学の医学部で手を動かして動物実験をしましたが、面白いんです。こういった研究成果を通して皆様が天然物の魅力にも気づいていただけましたら非常に嬉しいですね。ですので今回ミヤコ・ビデンスピローサというものが ALS 抑制で特許という記事が出ましたが、こういった報道を機に全国の皆様が天然物って面白いなとこの耳を傾けていただけたり、難病の方のその希望となっていただけたら非常に嬉しく思っております。ALS の研究成果につきましては先に挙げた動画で非常に詳しく説明していますので、気になった方はそちらの動画もぜひご覧ください。それでは今回はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。